はい、どうも、こみです。さあ、今日はですね、ちょっとね、最近花火が強すぎるんじゃないかという件に関して話をしていこうかなというふうに思います。ドラゴン戦術全般がね、結構強くなってきていて、で、ドルイドが出てきたことによって、ルートライダーかなの編成もより強化がされたっていう感じにはなっているものの、ちょっとね、ドラゴンの強さが本当に際立っているような気がします。もうちょっとね、ぜひね、最近なんかルートライドうまくいかないな、ドロイドうまくいかないなって方はね、これ見ていただくと、もしかしたらドラゴンに切り替えようというね、意欲がすごく湧くかもしれない動画になってると思いますし、もうドラゴンを使っている方はね、この道でいいんだというふうに、ね、思ってもらえるような動画になると思いますので、ちょっとね、ぜひ参考になると思うんで、最後までご覧いただいていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ですね、タウンホールがね、やっぱね、中心にある配置って、ルートライダーを使った場合、最後にタウンホール取るっていうね、格好にするんで、割と、星1リスクがあるわけですよね。で、そういう村に対してルートライダーで攻めていってもいいんですけど、やっぱり対策が最近されていて、こういう感じね、真ん中にこう、オーバーグローをかけても、そんなに、防衛がしっかりここにね、密集してないから、ここの辺は、一緒にグローできるかな。グローがそんなにね、めちゃくちゃ刺さりますよっていう感じではない。かつ、この、いやらしい形になってるのがわかりますかね、こういう風に。防衛の間にこう、防衛じゃないのがこうね、二つぐらい入ってるっていう、この部分が、ルートライダーをこう分けさせるんですよね。これがちょっとね、嫌な、ルートライダー対策になってるって感じなんですけど、これにこのね、ジャイアントアローをぶっ放してからの、花火がめちゃくちゃ刺さります。ね、これ花火じゃなくてもワンチャンいいんじゃないかと思うんですけど、でも花火のがいいんですよね。なんでかっていうと、ここのね、クラン城をちゃんと壊すっていう仕事をさせるのに、花火が一番便利なんですよ。で、今回も、アローでね、しっかりエアスイーパー折ったら、タウンの真上にガゴを落としてあげて、で、タウンホールまずもう速攻取っちゃいますね。で、これでもう一切タウンホールに仕事全くさせずに、タウンを落として、で、インビジブル2枚目使ったぐらいかな。3枚目今使いましたが、多分これ使わなくてもよかったんじゃないかって言ったね、これ。クラン城をしっかり壊していくという感じですね。で、こうすると、まずですね、こうなるんですよ。こう、ここがね、こういう風に壊れるわけ。で、こういう風に壊れた場合っていうのは、ここが今までこのタウンの裏側ね、この塗りつぶしたこの部分が今までは完全に残っちゃうんで、花火失敗になっちゃうから、タウンホール中心に花火はね、やらないようにしてたんですけど、でも今このね、キックボール、スパイクボールね、はい、これが出てきたおかげで、タウンホールの裏のこの辺の防衛施設に、ボールをがっつり、叩き込むことができるんですよね。で、おまけに、ロイヤルチャンピオンもこれ、スピリットフォックスが出たことによって、ダメージはあんま受けずに、この中心部分を潰すことができます。こういう風にね、スケトラが出てきた場合って、前はこのスケトラ、ロイジャーが完全に捕まったんですけども、今ね、スピリットフォックスが透明になってくれたおかげで、ロイちゃんが、から、スケルトンの竹が外れましたよね。こういうことが起こるわけですよ。で、さらに、ロイちゃんのね、攻撃力を加速させる要素として、この、ホグライダー人形も出てきてるんで、これを使うことによってね、しっかり、ロイちゃんが伸びてくれて、で、今見たでしょ、ここね、重たいクロスボウとか、マルチアーシャータワーにきっちりと、スパイクボールが刺さりの、で、そこをロイちゃんが、刈り取っていくというね、完璧な、タウンホール裏側のケアができる環境になっちゃったんですね。で、こうなってくるとね、ルートライダー使うよりも、普通に花火が星に延長の全開を取る、スタンダードになってくるっていう話なんですよ。これ本当にそうで、僕自身ちょっとね、もう、再びドラゴン回帰しようかなっていう風に、思い始めているところありますね。で、リブさんが、これ今ね、ガントレットがまたレベル20という状態なんですけども、ロイヤルチャンピオンはこの装備ね。全然さっきと違う装備で行ってますんで、多分これ装備のレベルが上がってないから だと思うんですよね。ジャントロール外しちゃってるじゃないですか。もうこれ結構テンプレ的な配置で、そんな弱くない配置だと思うんですけど、アローは外すわ、スパイクボール持ってないわ、ホグ人形ないわっていうまだ状態ではあるものの、これでもね、全然いけちゃうんですね。リターンをしてからの、この面、上の、ね、十字面から花火を打ち込んでいきます。まずは、ドラゴンを出して、で、後ろからグランドウォーデン、オイバルーン、特技官か。で、さらにね、インフェルノドラゴンをね、つけてあげて、ヒーローとかのね、処理を早めるような感じ。こう、体力防衛にね、刺さる感じにします。で、
これ前ですね、少し早めに突撃艦を出して、それからインドラを出すことによって、インドラとかドラゴンが、このスパカゴたちに追いつく前に突撃艦がなるべくタウンホールを早く壊すということを狙っています。ちょっとね、やっぱダメージは受けちゃったものの、その順番の問題結構大事で、早めに突撃艦を奥に送ってあげないと、ドラゴンたちがもう中心に集まってきちゃって、このポイズンのね、ところにまとめて入っちゃったりしますんで、まあ、そうならないようにきっちりと処理したというところですね。で、またヒーローは、このタイミングで、出していきます。今だっていうか、まあ、ちょうど今出しましたね。突撃艦を出し終わってすぐヒーローっていうのもいいんですけども、それやるんだったら、キングに、ヒゲですね。吸血ヒゲつけてこないと多分やられちゃいますね。なので、キング今回吸血ヒゲがついてないんで、少し遅らせて出すことによって、しっかりね、キングが最後まで生き残ってくれるような形を作ってますね。で、アーチャークイーンはヒーラーがついてるの。このヒーラーたちのね、力を使って、なるべく、キングにばかりね、こうダメージが当たらないように、この辺のバランス調整すごくうまいですね。はい、やってるって感じです。最後、ロイヤルチャンピオンで、この上側を締めていくんですけども、これサッカーボールがね、あれば多分、キングがもっとこの辺、今ちょうど今この、能力使ったこの辺から出てくるべきだと思うんですよね。今これ、ジャイアントガントレットの力ほとんど、攻撃に使えてないじゃないですか。ダメージ軽減の防御力に使ってる感じになってるんで、これが攻撃力としても使えるようになると、まあ、よりいいと思うんですね。まあ、そういった意味で、スパイクボールを使うと、キングがでっかくなってくれて、で、縦になってくれて、アーチャークイーンが生き残る。で、攻撃面に関してはボールを打ち込んで、この辺のね、ちょっと最後、やらしい防衛に、ダメージを与えて、で、そこロイちゃんが突破しやすくするっていう形が作れるようになるのかなと思います。それを狙っていく感じですね。ロイちゃんにしっかりヒーラーがスイッチしているので、これで、全開になっていきますが、結構ね、今回は厳しかったものの、さっき言ったホグ人形と、あと、スパイクボールっていうね、花火を使ったり、ドラゴンをするのに、結構便利な、装備を2個つけてないにもかかわらず、まあ、これだけのね、パワーで押し切っていけちゃうっていう、これタウンホール真ん中配置、本当に花火が、花火でも取れるじゃなくて、花火が取れる、花火で取れるっていうような配置に変わってきたなっていうね、この変化は、僕ずっと今まで花火を使ってきた身からすると、めちゃくちゃ大きな変化です。本当にね、でっかい変化なんで、ぜひね、ちょっと試してみてほしいなってみんなに思うとこですね。ということで僕もジャイアントアローを上げ始めました。今レベルね、7ですね。全然上がってないけどね。まあ、せめてエアスイーパーを一撃で折れるレベルに上げないと使い物にならないんで、はい、そこから、かなというふうに思ってますけども。で、こうなっちゃうよっていうやつ見せますね。さっきみたいなアンチルートライダー配置に対して、これ何も考えずに結構ね、雑に攻めたは攻めたんですよ。この部分がさ、完全にこれ、金山とか金庫があって、ルートライダー向かわないですよね。これまず二手に分かれちゃいますよね。で、こちら側にキングを入れていって、で、ここからバーッとね、ルートライダーとか、アーチャークイーンとか、ヒーロー部隊を、進めていこうと思ったんですけど、まあ、雑すぎでね、このキングこの壁の中に入れて、で、スパイクボールとね、ジャイアントカントレットで一気に進めるべきでしたね。そうしなかったおかげで、だいぶ、この右側の方が残っちゃいました。こんな雑な攻め方をしてたらね、まあ、それは星1になるでしょうっていうふうに思うかもしれないですけど、こういう雑な攻め方をだからできなくなっちゃうんですよね。アンチルートライダー配置と当たった場合、そこをルートライダーで進めようと思うと。いや、それがそこのね、難しさっていうのがね、やっぱり花火を使うことによって簡単に解消される可能性が高いのが、やっぱり大きな、アドバンテージかなっていうふうに思うわけですよね。レイジタワーに乗ったアーチャー、と、あと投石と、なんだっけ、長弾大砲か。これがね、ロイちゃんを一気に焼いていくのよね。てか、まあ、投石は全然仕事しなかったか。どっちかっていうともう、このマルチアーチャータワーにやられた感じがしますね。はい。ということで、このまま前回を逃すわけなんですけども、どうですかね。ルートライダー、結構僕、メインで使っているんですけど、なんでしょう。こう、しっかり使えないと、簡単にこう、星1になったりしちゃう編成じゃないですか。で、タウンを止めるっていうリスクもあると。で、いうところから考えると、やっぱりね、もう、思い切って花火を、今だったらここね、このまさにこのタウンホールの横にあるこの、クランジョ。ここに打ち込んじゃった方がどう考えても早かったですよね。そこにもう打ち込むべきだったんですけど、うん、まあちょっとね、まだジャイアントアローも育ってない中で、少しそこの判断をね、まだできなかったってところですね。
まあ、どうなんだろうね。ここのさ、エアスイーパーじゃない、ここでもここのさ、タンクとかに、アーチャークイーンつけて、ジャン太郎ガツンってやれば、この2本とも折れるじゃないですか。まあ、そうするとすごくね、やっぱドラゴンの進行が楽になるんで、まあ、そういうアローの付け方をね、できるように、やっぱりジャン太郎を開けとくのがね、まあ、ドラゴン使いとしては生きる道かなというふうに思っているのと、こういうタウン中心のね、アンチルートライダー配置っていうのは、さすがにこうドルイドが出てきて、ルートライダー使いやすくはなったにせよ、雑にやっちゃうとやっぱり失敗はする可能性結構高そうなんで、そこら辺のこうリスクヘッジをね、しっかりと、どういう編成でしたらいいのかと考えながら、やっていく方が、まだ今の環境は、どちらかというとルートライダー対策に配置が偏っているのでいいんじゃないかなというのがね、今日の結論でございました。どうでしょう？これは見てもらってね、いやー、この星1はちょっと、他人事じゃねえなと思ってもらえたらですね、ぜひドラゴンも使ってみてもらうといいんじゃないかなと思います。そして、動画全体いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では今日も最後までご視聴どうもありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。